トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、筋トレをすることによって体が成長する最低ラインの負荷頻度というものについてお話ししてみたいと思います。というのは、こんなニュースを目にしました。筋トレ3秒週3回で効果、体にいい最低ライン判明、中村雅俊西九州大准教授ら研究という、記事なんですね。でこれを見るとですね、筋力トレーニングは1日3秒間でも週3回以上のペースでやると効果がありますよということを西九州大学のリハビリテーション学部の中村雅俊准教授、理学療法学の先生たちがまとめたということなんですよね。で、まあ、これを聞いてね、ガチ筋トレ勢は、何なんだと言うかもしれませんけども、多くの人はそんないっぱい筋トレしたくないんで、最低ラインを知るっていうのもとても大事なことなんですよね。で、なのでこの研究は、どうやったら筋トレミニマリストになれるのかという視点で、考えるといいと思いますし、まあ筆者著者の先生たちもそういう視点をお持ちなのかもしれないですよね。でこの記事を見るとですね、中村先生の写真が出ていてですね、素晴らしいダンベルをこう持ってるんですけどね、上腕二頭筋のね、遠位のね、盛り上がりがしっかりしておりますし、その上に、ね、このシャツがあるからピークが見えないんですよね。せっかくなんでピークも見せてほしかったなというふうに思います。反対側の、ね、腕の、ね、前腕もね、カーブがあって、まあ、かなりの筋肉量を想像させますし、服の上からでもね、上腕の丸みが見えてね、でかさをなんとなくアピールしてるんじゃないかなというふうに思いました。ということでね、いつかボディービル大会に、でお会いすることを期待しております。でこの研究ね、すごく面白くて、まあ、いくつかのシリーズなんですよね。で最後の今のところの結論は1日3秒間ねグッと力を入れて1、2、3と、伸ばすような筋トレをすると週3回でいいんだと。すごくないですか。3秒間の、1レップ3秒間のトレーニングを週3回だけでいいと。これをね4週やると、筋力上がるっていうんですよ。もう最高ですよね。ということで、めちゃめちゃ最小限の時間と労力で、まあ労力っていうのはね、今みたいにグーッと力出すの嫌だっていう人がいたらもうそれは労力高くなっちゃいますけど、まあその時間的なねコストっていうのはすごく減りますよね。で見ると3秒間を週3回だ、9秒でいいと。9秒筋トレすると筋力上がるよということなんですよね。ただまあ週5回やった方が上がると、まあそれはそうです。でもそれはいいんです。どうやったらどこがミニマリストの加減なのかっていうのを知りたいわけですからね。ということで、今までめちゃめちゃ筋トレしている我々からすると、まあ、逆の発想になるわけですね。ということで我々からはこういう発想は出ないと。どんだけ筋肉がでかくなるのかと、どこが限界なのかを見たいっていうのが僕らなんで、こういう発想はなかなか出てこないんで、逆にとても面白いんですよね。で、その前のトレーニングでは、こう上げるトレーニングと下ろす、耐えながら下ろすトレーニング、どっちが効果的なのっていう観点でも見ていて、どうも上げることよりも持ってブレーキをかけてゆっくり下ろす、まあ、これ、専門的に言うと伸長性筋活動、遠心性筋収縮とかね、エキセントリックコントラクションというふうに言うんですけども、まあ、トレーニングの世界だと、ね、ネガティブとか言いますね。これが大事なんだということが、分かったというシリーズなんですね。だから上げるよりも下ろす方が大事なんだということをまず事前に明らかにしてるんです。でその次に今度は下ろすやつを週どれだけ減らせるのということで、週2回、週3回、週5回のモデルで見ると週3回で効果が出るってことが分かったと。で週5回の方が上がるけど週3回でも効果出てるよっていうことが分かったっていうことなんですね。だからどんどん削ぎ落としていってるんですよ、筋トレの。上げることすらやめると上げずに下ろすだけでいいというところにたどり着き、1本目の論文でね、その次には今度は3秒1レップを週3回でいいっていうところまで来たということなんですよね。こういう視点で見ると面白いですよね。これね、ぜひトレーニングを、僕のチャンネルなんで僕らサイドですよね、極限まで筋肉でかくしたいサイドの人が見てると思うんですけど、参考にしできるところあると思います。マシンのトレーニングするとね、筋肉痛が少ない
し疲労が少ないですよね。というのはマシンというのは、まあ、基本的には、ウェイトスタック式のマシンが多いですけども、ウェイトスタックっていうのはウェイトのプレートがね鉄のガイドレールの中に入ってますよね。これ上がるときに、まあ油を塗っていてもね摩擦抵抗で上げにくくて、降りるときは摩擦抵抗で軽くなるんですよ。だからネガティブがかかりにくいんですね。で下ろすときの負荷が減ってるんですよね。だから、ネガティブがかかりにくいし、マシンの特性上ね安全な可動域に設計されていることが多くて、筋肉が限界まで引き伸ばされることがあんまりないっていうことなんですよね。なので、筋肉はね、下ろす時の負荷っていうのが実は極めて重要で、しかもしっかりと伸ばしきるっていうことが大事なんですよね。それがなかなかできないのがウェイトスタック式のマシンなんですよね。まあ、ハンマーストレングスなんかは、ハンマーストレングスでレバレッジね、テコの原理を使ったこういう動きをする負荷のやつですね。まあ、これなんかはガイドレールの中をねウエイトが走る、移動するわけじゃないんですけども、このレバレッジの特性上ね、ここでは負荷がかからなくてここで負荷がかかったりするんですよね。だから、ネガティブがかかる、強いストレッチがかかるポジションでは実は負荷が弱くて、トップで負荷が強いことがあったりするんで、これも、最大限に伸びたところで最大限に、強い力を発揮する必要がない構造になっているものもあるということなんで、フリーウェイト、ダンベルとかバーベルを使って最大可動域までしっかりと伸ばす、そこで負荷をかけるっていうことが、大事になってくるんですけど、そういったトレーニングとね、いいですか、フリーウェイト、ダンベル、バーベルを使ってよく伸ばしたところで強い負荷をかけるトレーニングとマシンのトレーニング比べてみてください。終わった後の体のパンプ感も疲労感も、翌日の筋肉痛ね、筋肉痛は筋肉の成長の指標にはならないですけども、現場的には指標にしてる人多いと思います。でこの感覚も違いますよね。ということでね、同じことやってるようでも全然違う体への刺激になっているということが分かると思います。という発想で言うとね、あの静岡藤枝のね狂気の男郷土浩二さんはネガティブトレーニング大好きですよね。奥様のマリコさんにもう乗っかってもらいますよね。乗っかってもらってぐっと耐えてるところ無理やりね筋肉を引き伸ばしていってもらうことをするというトレーニングをされてますんで、郷土さんはね別に研究者じゃないですけども、自分のね、筋細胞の感覚で、筋肥大に最適なモデルを作り上げていってますからね、という感覚とも郷土さんの経験とも一致していますし、ぜひね皆さんも、もし何か停滞しているパーツがあったり、した場合にはそういった刺激が減っているかもしれないということも意識して、自分のトレーニングプログラムを見直してみるといいんじゃないかなというふうに思います。しっかり伸びたところでしっかりと負荷をかける、しっかり伸びていく過程ね、伸びたところだけじゃないですよ、しっかり伸びきるところまで十分に負荷をかけて伸ばしていくというトレーニングができてないんじゃないかなっていうことを、見直してみてください。例えばね、懸垂で、できない人でも上に飛んで上がってゆっくり降りていくっていうことでもいいですし、ダンベルフライをね普段よりもしっかりとねストレッチをして可動域をね1センチでも増やすだけでも、変わってきますから、この研究はね、どこまで筋トレを減らしても効果が出るのかという観点でありながらも、実は筋トレの中で筋肉が成長する大事な要素は何かということを教えてくれている研究でもありますから、ぜひ皆さんのトレーニングにも、返して、還元できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この共同研究者のね、オーストラリアのイーデス公安大学の野坂先生、私の日体大にもよく来ていただいて講演聞いたことがあります。野坂先生はもう本当にエキセントリックトレーニングにも全振りしてる方なんですね。コンセントリックをもういらないぐらいな感じで言う先生なんですけども、これぐらいね、行く発想もとても面白いというふうに思います。私もねだからすごく科学的な視点からもエキセントリックなトレーニング、ネガティブなトレーニングを重要視してますし、まあ、ボディービルの経験上も重要視してます。まあ、とはいえコンセントリックは全く無駄だと、コンセントリック上げる方ね全く無駄だとは思ってはいなくてです、まあ、多分中村先生たちもそう思ってはいないと思います。この研究のモデル上では、コンセントリック収縮上げる方はあんまり意味なかったという結果が出てますけどもね、だからそういう論調になってますけども、何らかの意味があると思ってますし、特に筋肉の形をねクリエイトしていくときにはとても大事なのがコンセントリック収縮というふうに、思います。力のね入れ分けがねエキセントリックは難しいですよ。コンセントリックは力のね、入れ
入れるパーツのコントロールが少し簡単になってきますね。これも関わってきますし、最大収縮させることによって筋肉が最も短くなると、最も短くなることによって横に広がっていくものがありますから、それで形が変わっていくっていう要素もありますからね。まあこれはだから筋力というものは上がらないわけですよ。上がらないってわけで、筋力というよりも筋の形に対する、アプローチですよね。まあ、野坂先生たち、この中村先生たちは、筋力が上がれば筋力トレーニングの効果は得られていると考えてもいいという論調でやってますよね。というのは別に全員がボディービルダー、まあ私は人類全員ボディービルダーだと思ってますけども、本当にボディービル競技やっているわけでもないなら、筋肉量をつけずに最大筋力が上がれば機能としては上がってるからそれでよしと、これも筋トレミニマリストの考え方ですよね。という観点でいくと、上げるトレーニングだけでもいいだろうという話なんですよね。ちなみにね、この、3秒間のトレーニング、ギュッて頑張って3秒間引き伸ばしていくトレーニングだと筋肉はでかくなってなかったんですよ。力だけ伸びてるということなんでね、神経系統の適用がメインなのかもしれないですよね。でかくなってないっていうことは、エンジンのサイズ自体増えていかないですからね。だから出せる力の上限っていうのはある程度決まってる可能性もあるんで、いつまでもこの3秒トレーニング、週3回の3秒トレーニングで上がっていくかどうかわからないんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちょっと話それましたけどもね、ぜひ皆さん体作りしてる方がこのチャンネル見てると思いますんで、自分のトレーニングにこのネガティブという要素を今一度改めて取り入れてみてもらうっていうのがいいんじゃないかと思って紹介しました。ということで今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメント、抗栄ペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面、安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして、携帯できる最強 PFC、シックスパックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。